皆さんこんにちは。クラシックギタリストの高橋義忠です。今月行われるニューイヤーコンサート in 仙台の、お知らせをさせていただきます。チラシに従って説明させていただきます。はい、こちらがチラシになります。はい、よろしいでしょうか。日にち、1月28日土曜日、14時開演となっております。場所が、宮城野区文化センターパトナホールと、JR 陸前原野町駅のすぐそばにある、非常に音響の素晴らしい、立派なホールです、ね、入場料2000円となっております。宮城県在住のギタリスト、私含め5人で、行うコンサートです。曲目ですけれども、私はですね、今回、古典派の、ね、大家フェルナンド・ソルの作品を2曲演奏します。1曲目が、ただいま弾きましたエチュード OP60-12、 もう1曲が、ちょっと長い曲なんですけれども、第7幻想曲 OP30 と、この2曲を、演奏します。はい、そしてですね、今回、私の方といたしましては、初めてですね、こちらの、昨年購入しました渡辺茂さんのギター、こちらで今回ね演奏する予定です。で、この渡辺茂さんのギターは非常にこう素晴らしいギターね、非常にこうふくよかさもありながらも、こう非常にこう芯もあるね、唯一無二の素晴らしいギターなんですけれども、立派なね、そういうホールで弾いたことがまだないのでね、そういうホールでどういう響きをするかというのを私自身もすごく、楽しみにしております、ね、この渡辺茂さんのギターがどういう響きをするかというのをね、ぜひ皆さんも、直接来ていただいて、皆さんの耳でこう確かめていただきたいと思いますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。それでは1月28日、宮城野区文化センターで皆様のお越しをお待ちしております。ではさようなら。